竜マサルイン、竜マサルインは、戦国時代の女性。海、武田氏の当主、武田勝頼の性質。武田の部活の母。父は、美濃国州苗に、東山氏の東山直門で、母は、尾張の戦国大名織田信長の妹にあたる。つまり、信長の命にあたり、信長幼女として、武田家に嫁いだ。海の国の武田氏は、新元気に、北、 信濃をめぐり、越後国の上杉氏と交争していたが、A64 年の川中島の戦いを機に、北進をめぐる交争は収束し、外交方針を転換する。終わりの織田信長は、A63 年5月の桶狭間の戦いにおいて、武田氏の同盟国である、駿河国の今川義元を打ち取り、今川氏は両国の動揺を招いていた。武田氏は、信濃両国を通じて、 ミノと接し、英六初年頃には、小田氏や、苗木、遠山氏と外交を持ち、苗木、遠山氏は、小田、武田間の両族関係にあり、小田氏は、武田氏の同盟相手である今川氏の党敵であったが、友好的関係を築いていた。龍馬猿院の嫁いだ、諏訪勝よりは、信玄諸氏で、品野旧族の高遠諏訪氏を継承していた文軍、領主であったが、 武田屋中において、今川義元の娘を室としていた、嫡男義信が拝着される事件が起こり、勝頼は武田家精子の立場となっていた。公用軍艦によれば、A68 年9月9日に、信長側が一族の小高門助を使者として武田家に使わし、同年11月13日に勝頼の元に嫁いだと、されるが、文書上からは確認されない。 紅葉軍官によれば、A60 年11月に、信勝出産に際した南山のため死去したとされるが、これは誤りであることが指摘される。同年末には、信玄五女の松姫と、信長嫡男信忠との婚約が成立したとされるが、武田氏と織田氏は、元気年間に手切れとなり敵対関係となったため、婚姻は成立していない。元気2年9月16日に死去。法名は、 龍正院伝言学、春江禅城に。この名前から判断すると、生前に、在家で出家していたようである。新州日配町によれば、勝頼は、稲村聖英門城、富澤平蔵の両名を、高野山政経院に派遣し、元気2年11月26日に、龍正院伝の供養を行っている。龍正院と勝頼の婚姻は、 武田氏の外交方針転換を象徴するもので、翌英六十一年末に武田と今川氏は手切れとなり、武田氏による今川両国への侵攻が開始される。武田氏は駿河侵攻後に、小田氏の同盟相手である三河国の徳川家康と対立関係になるものの、武田氏は元気三年に手切れとなるまで信長と友好的関係にあった。勝頼は天正五年に、 北条氏政の妹を形質に迎えているが、紅葉文化によれば炎山夫人の生んだ信勝が武田家の四つと定められている。信勝は天正七年に元服し、勝頼に貢献されるが、天正十年三月の織田、徳川連合軍による公衆征抜で武田氏は滅亡する。ありがとうございます。